最近、どこのコンビニでもよく見かけられる、稲荷寿司。実は関東と関西では形が違うのはご存知でしたかたまに東京でも見かけられる関西風三角形の稲荷寿司。実は、狐の耳の形を模したものなんです。東京では、稲の豊作を願って、俵型です。皆さん知ってましたか知ってた手形にはまあ、ゆけのお世話でした。以上。 豆知識でした。はい、みなさん、こんにちは。今日は人事。どこの会社でも、人事の方が一番大きいんですね。で、人事には採用、教育、後継者育成、報酬制度。リテンション、リテンションというのは離職しないような改善策ですね。リテンション、後継者育成、いろいろあります。 その人事制度の中で私が大嫌いな人事制度を一つお話しします等級制度ってやつです新卒が入ってきて何等級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 もう小さい会社なのにもう9段階もあったりですね中何段階もこう階段つけてその人の等級を決めるもうこれは昔の大企業の終身雇用時代の古典的な人事制度です。 で今は特に今後は一社しか勤めないという時代ではもうなくなってますし今後は複数の会社の仕事をするのは当たり前の時代になってきます副業 OK という会社が増えているぐらいですからそして定年制度っていうのは私はまだまだいろいろ変化進化しなきゃいけないと私は思ってます正社員と非正規社員の違いこれもいろいろ今歪みがあるのが 解決されるといいう,うに思います年功序列じゃなくてですね35歳過ぎるともう本当に実力主義の時代になってきますから昨日日のの部下が明日の上司にななるることだってあるかもしれない今まで部長としてやってきたけれども自分の個人的目的体調いろんな環境の変化で少し責任範囲をあえて小さくしてもらいたいという働き方も良しとしなきゃいけないこういった時代があります。 そこで等級制度っていうのはですね。成り立つわけがないんですよ。ところが中小の会社がですね。よく世の中に人事コンサルティングっていう会社がたくさんあるわけですけど、そういったところからえ等級制度っていうものをセミナーを受けて、それを導入したりするところが多いんですね。本当に多いです。で、意味もなく、なんか人に等級をつけて管理できるみたいに勘違いしてるこういった会社が多いんです。人事コンサルの営業のためのですね。 等級制度の導入こんなものを軽はずみにやらんようにしてもらいたいと私は本当に思ってます等級制度が成り立つというのは話を戻すと人の評価というのが非常に大事になりますねこの人の能力の評価をどのような公平公正なものさしで評価するかっていう評価者の能力もばらついている評価軸も曖昧 だけど評価して等級制度を導入して成功する会社っていうのは歴史があって組織文化もきちっと確立されてそして管理職もしっかりと育成されて一つの評価軸も公平・公正に各管理職がきちっと理解しているそしてフェアな評価ができるこういった環境が整っている会社でしかも社員数が非常に多いと。 こういう時には一つのこの評価制度の一つのツールとして等級制度を導入するこれは非常に意義があると思いますそういった評価制度評価と賃金が連動してない成功報酬でもない昔ながらの年功序列の給与制度こんなもので等級をつけたらどうなるかっていうことですぜひ 私は等級制度といすのはあんまり好きじゃないですね、えー、したがって給与制度評価制度をしっかりとしてしかも会社の規模が大きい、えー、こういった時には等級制度は反対しませんが等級制度を最初に導入するこれは私は大反対是非皆さん会社の等級制度を見直してみてください明日から廃止したら売り上げが下がりますか明日から等級制度を廃止したら社員が辞めますか よく考えてみていただきたいと思います私が経験した等級制度言いますね私が大学卒業して最初に入った NCR というコンピューターの会社がありますこれはもうグローバル企業で大企業で日本でももう数千人資本金も七十億ぐらいでしたっけ大変な大企業でしたそこには非常に多くの職種があるんですね私は開発エンジニアまたは品質管理組み立て 製造、例えばロジスティック、えー、職種は清掃員、掃除のおじちゃんおばちゃんの職種までちゃんと等級制度がありましたその等級制度というのは何等級何等級というところあるんですけどもう細かい数まで覚えていませんがこの職種は何等級より3年以上在籍したら上司の評価値によって一等級上がることができる その等級は何年在籍で上に上がれるって、これすての職種によって在籍年数が決まっててこうやって上がっていくようになってるんですよ。で、これはね、もう本当に年功序列、終身雇用、そして評価制度がしっかりできている会社ですね。えっ、ー、と会社ごとにどこがあるないまでは知りませんが、そういう会社は多分あると私は想像しています。 ただね N シアのようなあの当時のあの当時のですよ人生観職業観終身雇用に対する賛否転職だって白い目で見られるような時代でしたからねその時と今はもう全然違うんですよあの時はそれなりの意味があったなと私は思いますよそれもある意味じゃあ社員のモチベーションにもつながってたんですよ上昇志向にもね今は一社勤め上げるってことはないですし 会社の中でもいろんな職種を経験したり転職するまた戻ってきたりっていろいろあるわけですよしたがってそういう運営はもうできない時代になってるわけですよそれをなんか古い会社の人事の OB、OG がコンサル会社みたいなものを作って前の会社の人事制度をただ押し売りするみたいな人事コンサルティングに乗っかるなよっていうのは私が言いたいことですそれがねわずか数百人の会社でも導入してるんですよ意味がないです 世の中のコンサルティングで一番質の悪いのは役に立たないコンサルティングは人事コンサルっていう会社です。ダメ。タクシー航空でやったでしょ。AI ロボットで人事やるってありえないって。あれは支援ツールとしては結構です。ね、社員数が多くて一人一人有能な人材をね潜在化させてないか埋没させてないかっていうようなマネージャーの支援情報ツールとしては OK。 これで組織モデルを作った人事決定させるってあれやないってあとはもう人事ってのは人の心ですから、はい、AI ができるわけないです AI ってのは過去の実績に基づいて分析してベストを出してくるだけだからねチャット GPT で作った論文が出てくる困ったなっていう教授は相当質の悪い教授だと思ったらいいですよロボットが作った論文かどうかも見極められない教授は教授じゃないよね ためになったと思いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。